はい、皆さん、こんにちは。アキトです。まあ、前は回、この第3の村を、一マスの拠点として整えるということで、まあ、整地なり、まあ、変えまくって敵をね、とりあえず狩りまくったりして、で、村人もね、ここにしまってあります。大きい窓つけて しまってあります。ダメだ、このトラップドア使えんな。よいしょ。本当はね、村人もうちょっと4、5人ぐらい捕まえてたんだけど、この作った中にね、ゾンビが入り込んじゃって、何人かやられて、で、かろうじて2人だけ生き延びたんでね、ちょっとこの水もらっていこう。鉄がちょっともうなくなりそうなんで、シャベルとかでね、掘るのに使ってたらもう、鉄の残りがほとんどないんで、あと1個しかない。とりあえず鉄を掘りに、鉄っていうかもう、なんかね、いろいろ掘りに行こうかなって。レッドストーンとかね、回収して、さっさと地図を作っちゃった方がいいのかなと思いまして、ぐるっと。まあ、地図作ればね、多分、最初の拠点とかに、もう、行きやすいとは思うんで、戻る手がかりになると思うんで。相変わらずね、この村の敷地から、いい感じに降りれ、潜っていけそうっていう。毎回水ベーターで降りて、で、帰り道に苦労するっつうのを繰り返しすぎてる気がするんで、ちゃんと階段式に掘っていって降りようと思います。回収もしたいけど、でもまずは鉄とかその他もろもろ。ここが行き止まりと。ここに来て、こう、最初の拠点から引き離されてしまうと、あんまり予測してなかったもんだから。
そんなのいくらでもありうるんだけどね。いくらでもあることなんだけど、なんかちょっとこう満身が俺なら大丈夫みたいな気持ちもあったよね。そんなわけやね。チビ嫌なんだよ、うわ。食料にあんまり余裕がないんだね。さっと降りて、さっと帰る感じで。多分ここ山ん中だから、その土地の高さ的に結構高いんだよな、多分。だからこの辺で掘ってても、まあ、鉄はいくらでもあるだろうけど、鉄以外がね、ゲットできないかなっていう。もうマグマが通せんぼしてるけど、向こう側まだあるのかな。ここまでか、行き止まりか、これね。じゃあちょっともっと降りれそうなところを探した方がいいのかな。これはどっから降りてきたんだっけ。ここか。ここを登っていけば上に上がれると。あんまりいいもんなかったから。他に降りれそうなところはないかな。入れるけど行くか。これもここを降りるだけで鶴橋が織田仏になりそうなんだけど、だいぶ高いよ。
もそこまで。あ、大丈夫っすね。じゃあこんな感じで。暗いよ、狭いよ。お。はしごとかをね、設置して上り下りしやすくするのも手かなと思ったんだけど、俺はしご苦手なんだよね。はしごを上り下りするのがめちゃめちゃ苦手で、なんか途中でね、落ちちゃうんですよ。でもまあいざという時にはしご持っとくと便利かもね。今まであんまり使ってこなかったはしごだけど、この洞窟探検の時にこう貼り付けながらどんどん壁をよじ登っていくという脱出ができるっていうことを考えたら、うん、はしごもありな気がしてきたな。まだ奥がある。いや、もうここで終わりか。あの、思ったより潜れないな。自力で下に掘っていった方がいいのかな。あ、もう。なんか今日やけにマウスが言うことを聞かない気がするんだけど、こんな感じだっけ。なんか上も特になんかめちゃめちゃ登っていけるぜって感じでもなさげだし、上上がるか。俺どっから来たっけ。あれ自分が階段を作ったもののどっから自分が降りてきたかがわかんねえ。俺の階段どこ。あ、この辺かな。この辺かな。ほいほい。よし。
んのちょっとしか来れなかったって。あれ、出口どこだ。この辺か。なんか最初に入った出口とは違うけど、まあいいや。ちょうど夜ですね。はあ。はあ。はあ。普通のドアにしよっかな。はあ。ちょっと村中からベッドもかき集めて。この怪しいシチューって何なの？何がどう怪しいんだろう。村人さんもなんとかしてあげたいからね。だいたいね、この村の範囲が、もうあっちに一個あるんだけど、あれを除けば、こっからぐるっと、こっちもか。で、このここの家もあって、こうぐるっと、ああ、そこにもあんな。まあでもこんな感じで、フェンスをつけて、ゴーレムを放てばそこそこ保護できんのかなっていう。あ、キツネ。この、地形がね、ちょっと、難しいっていうのはあるけど、この木さえ取り除けばそこそこいい感じに囲えるんじゃないかなと。でちょっとあんま外れにある家はもう諦める感じで。まあ、なんなら最悪この範囲だけ囲ってもいいしね。でちょっとずつこうフェンスを広げていく感じにしてもいいかなとは思うんだけど。何しようとしたんだっけ。あ、そうそう、鉄だ。鉄を回収しようと思ったんだ。斧もぶっ壊れちゃったんで、斧と、あと、鶴橋も切らすのが怖いから、まあ、斧ももう一個ぐらい使ったかな。
パンはね、村人さんに。このトラップドアをね、どう配置したらいいんだろう。違うな、こうじゃない。なんかこう、横向きにパタンってできないのかな。足元にパタンってしちゃうとね、そこ通れないから、不便なんですよね。ここに置いちゃうと、ここが通れないんですね。違うな。あ、これも違う。そうじゃねえんだ。まあ、いっか、普通のドアつけとく。いや、普通のドアは、まず、普通のドアは、上がんな。ちっちゃいおっさん出ちゃうから。この山はね、もう一個まるっと全部削ろうかな。あっち側の、ちょっとフェンスをね、設置しだしてみよう。なんか、喋ってっても、進まんわ。ああだこうだ言ってるより実際に設置してみればいいんだ。こっち側はこれ以上向こうにおそらく家っぽいものはないので、この辺のラインかな。この辺のラインでこうずらーっと、このフェンスをこの一番になるものを削っていきましょう。シャベル作んなかったっけ。シャベルもね、一個じゃ絶対足りなくなるんで、このスープ飲んでみる。真っ暗になった。なるほど。怪しい支柱を飲むと視界が真っ暗になる。臭いんだけどね、こうやって原木部分を削っておけばそのうち葉っぱは切ってくれるはずなんで、この辺どうすっかな。
ちょっとやりづらいな。まあでもフェンスが大量にいると考えたら、うん、頑張って回収しますかね。で、こっち側もなんだよな。あ、夜になってきた。ちょっと早いとこ寝とこ。この辺のベッドとかも全部ね、近くに羊が全然いなくて、ワンコがいっぱいいたんで、多分食べられちゃったのかなと思うんですけど、だから村中のベッドというベッドをここに集結させました。木材はいっぱいあるからね、ちょっとこう贅沢めにフェンス使ってもいいのかもしれない。もっと作っとこう。この辺かな。この辺もすぐに行くと、土を後々取り除いていくとして、早い段階で段を上げるという選択をしなかった俺が呪わしいな。ちょっとこれ一生懸命掘ったけど、フェンスの高さを上げた方がいいか。すっげえ無駄な動き。
ちの方が正解だな。ここも全部折った意味。であの辺、あーちょっとここはあの辺の家をね、あの家はなんとか確保したいな。あの奥も、とりあえずね、ここの木全部カット。やべえ、時間が。こんな感じでね、ちょっとまあなんとなくぼやっとこの村の敷地をフェンスで囲っていこうと思います。ここまでお付き合いいただいてありがとうございました。